て優勝したんだみたいな。田臥の中学校大道中にベスト8で負けたんですけど、まあ、僕も洛南行こうかなって。大堀の低迷の時期の特待の人たちとか推薦がもうことごとく辞めちゃったっていう、なんかこう人のレールに乗っかってる。青木浩平さんのバスケットを始めたきっかけ。きっかけですか。きっかけは僕の幼稚園の時の幼馴染み、仲良かったやつのお姉ちゃんがバスケやってて、でそのお姉ちゃんがそのバスケットやってるかって言って、僕の友達も入るって、一緒に入ろうって言われたのがきっかけですね、うん、当時西長住小学校、まあ、結構強かったんですけど、そこに小学校3年生の終わりですかね、はい、なんか小学校の時のなんか実績ってどうですか。僕の2つ上の先輩たちが確か県大会の上位まで行って、で僕の代で全国大会に行ったんですけど、予選で負けましたね。中学校の時は、中学校の時はその2校目の先輩たちが全中優勝してで僕その予選に行ってたんで、そのベンチメンバーでも何でもなかったん で1年生だから遠征だから呼ばれなくて、で親父と友達と同級生と3人で行って、で予選見て、予選リーグで負けてたんですよ。で1勝1敗かなんかの2位かなんかで上がって、そのまま優勝しちゃったんですけど、リーグで負けたから、まあ、もう優勝できないねって言って帰ってきたら、2日後ぐらいに優勝しましたって電話来て、優勝したんだみたいな、びっくりしたね。でその次の年はあんまり良くなくて、で僕らの代でまた全国に行けて、で田臥の中学校大道中にベスト8で負けたんですかね、うん、それなりのやっぱこうキャリアは中学校でもしっかり積んでらっしゃるんですね。一応はい、大堀高校に行かれてるんですけど、はい、なんか他のとこからのお誘いとかもあったんですか。ありましたし、まあちょっと使えるかどうか分かんないですけど、長岡中学校いた時に大堀の OB の方が指導に来てくださってて、ずっとで結局、まあ、僕自身はそのおかげですごくチームも自分自身も良くなった部分がたくさんあったので、何も不満というかそういうのはなかったんですけど、まあ、自分の親父がこの、まあ、結局全国行っても負けてたから、大堀のバスケットじゃ全国取れないって言って、大堀は行かない、行かせないみたいな感じになって、まあ、それまで大堀に行くっていう感じ僕になってたから、それでどうするみたいな。で結局僕は洛南に、知り合いのつて使って洛南に行ったんですよ。でトライアウトみたいなのがあって、でトライアウト行った日が京都の国体の練習の日と重なってて、京都のすごい人たちが集まってる日に僕行っちゃって、で僕はなんかトライアウト来てるもんだから先生もなんか気使ってくれて、そっち側に入れてくれたんですよ、中学生で。でまあなんか、まあ、もちろん当時高校生知らないから誰が誰なんて分かんないんですけど、でも、もうみんなやっぱすごいじゃないですか。で圧倒されて、で結局練習の終盤にはその高校生の普段の洛南高校の方に落とされてというか、そっち側で練習してで終わったんですけど、でも結果としてなんか合格はしてたらしいんですよ。まあ僕も洛南行こうかなって、行きたいなって思ってて、したら田中先生がなんか、その洛南先生と仲いいから、青木はもううちに決まっとうけんって連絡したらしくて、それでもううちはそれ言われたからもう手出せませんってなって、で蓋開けたら僕もう田中先生がそういうこと言ってるから行くとこなくなっちゃって、で大堀しか行けなかったんですよね。うん、いろいろあって、まあ大堀にはなったんですけど、はい、今の子たちってそのYouTube とかいろんなもので情報を見れるから、でも僕らの時代はそんな一切ないんで、高校がどんなバスケしてるとかどういう色があるとかって全く分かんないじゃないですか。だからその僕自身もなんか他の高校どこ行きたいとかって言われても全く分かんないし、結局月バス見て
乗ってるチームしか知らないようなレベルだったから、だから実際なんか、まあ、どこでもよかったというか希望校なんてなかったんですよね、はい、そういう中で大堀高校に実績入学して、はい、1年生からゲームとか出てたんですか？試合出させてもらってました。はい、スターティングメンバー？いやいや、全然控えですね。だいたい3番手ぐらいで、もう本当当時の先輩たちはめちゃくちゃ強かったから、インターハイとか全国でも優勝候補のチームだったんで、あの予選とかめちゃくちゃ点差開くじゃないですか。だから2番手の先輩たちが出てもめちゃくちゃ開くから、だから僕らの時間が結構あって、そのおかげでやっぱすごい試合経験を1年生ながらにすごいさせてもらいましたね。うん、なんかどういうこう実績を？あんま覚えてないですけど、1年生の時はインターハイで3位になって、インターカップもベスト4か8ぐらいで多分負けてますね。で2年生の時は16とかぐらいで、インターあんま覚えてないですね。でも多分予選とかで負けたと思いますね、1回戦2回戦で。で自分の代はインターハイベスト8で、ウィンターも16、ウィンター16ですかね。全然なんかだから大堀の低迷の時期の多分始まりの時期に僕は行ったんじゃないですかね。はあ、なので自分の代は僕スタメンは僕1人3年生で、2年生2人、1年生2人だったんですよ。だから全員下級生だったし、その6番手とか7番手出てくる人もやっぱ基本的には下級生っていう時代ですね。うん、まあ例年ずっとね、いろいろあって辞めるじゃないですか、選手たちが、その一般生も含めて、なんかこう途中で退部したりとか。でも僕らの代はその推薦とか特待が辞めちゃったんで、もうことごとくその推薦特待が辞めちゃったから、あの当時のやっぱそういう環境にやっぱ全く適応できなかった子たちはやっぱ辞めちゃったし、でも僕らの代に関しては全然なくて、で結局僕らの代ってすごい、そう全国的にもそういうのが狭間の世代だったから、やっぱ僕らの代でそういう、要するにその上下関係のところがなくなったりとかしてる高校も結構強豪校の中でもあって、だから僕らがちょうどその境の時期で、僕らも例外なくその特待の人たちとか推薦がもうことごとく辞めちゃったっていう代ですね。うん、だから田中先生も多分相当苦労したと思いますね、あの時は。大学ではどうだったんですか？大学は、うん、僕が選手を選んだ理由は大堀の先輩がいないからだったんですけど、やっぱそのもう全てを断ち切りたかった。でそもそもバスケットを続ける気はなかったんですけど、まあ、親元も離れたいっていうのもあったし、でまあ贅沢だから、まあ、そこそこ強い大学行きたいみたいな欲があって、でいろいろ調べたら専修大学大堀の先輩いないから、あこれいいなと思って、一部だし。で田中先生に希望校3位まで書けって言われて、専修大学1位書いて、でなぜかなんか青学書いたんですよ、2位に。まあそれはただ単純に青学行きたいんじゃなくて頭いいからみたいな。で3位は書かなくて、で結局1位の専修大学に田中先生が話してくれて、まあ、専修大学のボスの新関さんが見に来てくれて OK もらったんですけど、環境もとにかく変えたかったっていうのもありますね。自分が本当に自分が行きたくて行ってたかどうか、そこを選んだ感じがやっぱ全然なかったから、なんかこう人のレールに乗っかってる、引かれたレールを歩いてる感じをやっぱ高校生ながらにちょっと感じてて、このままなんかこうじゃあね推薦来たところに行くっていうのもなんかこう嫌だなっていう思いもあったんですよ。でとにかく福岡県から出たいっていうのもあったしっていうので、やっぱ自分で大学は選んでっていうのをちょっと考えてて、で専修大学に行ったんですけど、はい、なるほど、うん、まあ、実際その、まあ、初めて、まあ、レール誰かが引いたレールではなく自分でその行き先を決めて出発したその専修大学なんですけど、はい、ではまあ実際どんな感じだったんですか？
そういう環境の中で。やっぱこう、まあ、そういう思いで行ってるじゃないですか。で、専修大学ってやっぱ当時すごい能力がある人たちがいっぱいいて、だからこうバスケットの練習場ではすごいんですけど、もう本当なんかこうギリギリのライン行ってて、ちょっとなんかこうトイレ休憩とかなんかそういうのをなんかちょいちょい練習中から挟んで、もう全くその件に関してはなんかこう選手に任せてるっていうか、だからなんか僕はなんかその今までキチキチで来てたところからいきなりそんなところにポンって放たれたもんだから、でも僕もなんかこう何が正しいのか分かんないんですよね。で、自分の親のなんかこう教育とかもあったんで、踏み込んでいいラインがどこなのか全然分かんなくて、最初すごい戸惑ってたんですけど、やっぱ大学って親の元離れてるから好き放題やれるじゃないですか。だから1年生の時はもうむちゃくちゃやってて、でバスケットの個人練習とか一切したことなくて、で2年生の時もそんな感じですよね。ずっともう遊んでバスケの時間バスケット行って、もうどっちがメインで生活してるか分かんないし、もう学校も授業もほとんど行ってなかったんで最悪でしたね。今思えばもうむちゃくちゃでしたね。